この日が来るのね、すっごく待ってた。どうもこんにちは、ドラコです。この立川マシマシさんがさ、いや、コンビニに並ぶ日を僕はどれだけ長いこと待ってたか、ずっと待ってたんですよ。4年ぐらい、本当にファンとして嬉しいですよね。今回僕が用意してる味変は、生卵と、バジルとオリーブオイル、蜂蜜、ニンニク、ケチャップ、あと茶碗蒸し、これが今回用意した味変でございます。それでは早速、まず1個作っていきます。はい、それじゃあ行ってみよう。僕ですか。よし、じゃあ食べていきましょう。いただきます。まずじゃあ匂いから。ニンニクの感じすごいね、すごいね。しかもこの醤油の煮立ったこのキレのある感じがしっかりね再現されてて、匂いはもう全然100点中の100点と言っても過言じゃないですね。の、うん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 。これが、こういう味付けが今カップ麺で食べられるっていうのはね、時代の進歩というか、時代が追いついたというのか、なんかこう、とても嬉しいですよね。うん。うん。あっという間に一杯完食です。そんな感じで、じゃあ残り5つは、おのおの味変をしながら食べていきたいんですけど、本家からの引用で、エクストラバージンマシライスっていうのと、けどマシライスポニータっていうのの、ニンニク超マシマシ。生卵追加。蜂蜜の5つで食べていきたいと思います。それじゃあ、お湯入れてちょこちょこっともう作っていきます。えい。まずはケチャップを入れて味変して食べたいと思います。これはね、元ネタは今はなきマシライスボニータっていう料理が昔あったんですけど、ケチャップ、中濃ソース、お砂糖を、レンチンして突っ込んで食べるともしかしたら美味しいかもしれないです。まだこの状況ではわからないので何とも言えないですけど、砂糖あったかな。緊急事態でうちに砂糖がないので、中止。ということで代用品でキムチ持ってきました。キムチ合いそうな気がするんですよね。ヤキムチとかあるぐらいだからね。防燻セットっていうのでキムチが入ってるんで、この相性はね多分いいと思うんですよ。いただきます。キムチ、キムチ、キムチ、いいよ。キムチめちゃめちゃ合うわ、これ。あ、これは、ちょっと邪悪かもしれん。うん。
美味しかった。よし、じゃあ次がオリーブオイルとバジル。これ元ネタがエクストラバージンマッシュライスだった気がします。本来これ使われている特製油の代わりにオリーブオイルをかけてスイートバジルをかけて食べると多分それっぽい感じになると思います。おそらく。バジルのすごいいい香りする。いただきます。僕は嫌いじゃないですね。うん、あっち、あ、じゃあ3杯食べたら1回 CM 行きましょう。それじゃあ後半も引き続き味変しながら美味しく食べていこうと思いますので、よかったら見てみてください。それじゃあ CM をどうぞ。僕ですか。はい、後半です。はい、じゃあ次はですね、茶蒸し。ちょっとこう油が入った感じに見えないですか。ぽく見えるでしょ。代用品をね、探していくスタイルで。はい、4杯目。次、蜂蜜やってみます。ただその醤油煮込みとかそういう括りで考えると合わないことはないと思うんですよ。これね、ガチで言うと、なんだろう、分量を間違えなければ味をマイルドにしてくれる感じがするんですよ。量を間違えなければ。ちっちゃい子とか食べるときはちょっとお砂糖とか、なんか蜂蜜とか足してあげると食べやすくなるかもしれないですね。うん、食べてきましましま。ご飯ガード一杯か。寂しくなるな。ちょっと寝たら走ってたんで、最後あえて水分をちょっと少なめにして炊きました。なぜかっていうと、あの混ぜた時のマッシュライスの味により近づいてもらいたくて、ご飯じゃねえや、お湯の量を少なくしました。で、ここに入れるのは生ニンニク、ハイミ、生卵、この3つです。やー、終わってる。
卵黄入れるの結構いい選択かもしれない。食べやすいし、まあ、白石に近づく。お疲れ様でした。6杯しっかりとバチコリと食べてきました。味変はね、生卵だけでいいかな。正直いろいろやってみたけど、生卵だけでいいかなって思いました。はい、でこのうま汁こってりマシライス、こちらなんですけど、長期保存できるこういう、なんですかね、ドライフードというか、即席米としてのクオリティはすごく高いんじゃないかなって思いました。でこれ食べて、あ、美味しいなって思ってもらって、でこのコロスケ収束した後にお店でぜひ食べてもらいたいなって僕はこのマシライスおよびこのタチカマシマシファンとしては強く思いました。本当に感無量というか、なんかこう胸がいっぱいになりました。ありがとうございました。また今後もなんかこういろんなコラボしてもらいたいなって本当に思います楽しみにしてます。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。